どうもお疲れ様です、吉谷さん。パソコンのスキルでね、お金が稼げる人と稼げない人っていうのが確かにいるんですよ。パソコン使ってるだけとか、スマホ使ってるだけと。パソコンとかスマホに消費されていて、その経費がかかっちゃって、どっちかっていうと負担になってるみたいな感じでね。私の場合は、パソコンとかスマホのおかげで、随分と時間的にお金的に楽になったっていうのは、もう大きな現実としてありますけども。まあでもね、振り返ってみると、そうですね。結局麻雀やってもお金は稼ぎ続けましたからね。麻雀でお金が稼げる場合と稼げない人との差を私なりに考えてみるとね、麻雀って気づきなんだろうなと思うんですよ。やっぱりこう本気でやるわけじゃないですか。そこそこね。で、こう卓に座ってゲームしてるとね、他の3人の方の心理ってのがものすごくわかりやすいんですよ。下手したら宅を離れても分かるんですよ。例えば何かを隠し事をしている時とか、大きな手をね、作っているのにそれを悟られまいとしている時って、それがもう出るんですよね。で、ほとんどの人がこれに気づいてると思ってたんですけども、ほとんどの人はこれに気づいてなかったらしいんですよ。というか多分気づいてないんでしょうね。いわゆるプロと言われる人たちもいろんな本を書いてると思いますけども、多分感じるってことは本に書けるようなもんじゃないと思うんで、そもそもね、多分こうなんじゃないかなと思って、実際そうだったってことを繰り返してる人っていうのは、それを当てにして、まあそれ以降も勝ち続けると思うんで、そんなどっかの戦術とかね、何を切るとかね、なんか誰が対戦相手とかあんまり関係ないんだろうなと思うんですよ。まあそういう意味で言うと、大谷翔平さんって言ってからプロ野球のすごい人がいるみたいですけども、こと野球においては、あ、次は打てそうだなっていうふうに、ピッチャーが投げる前に思うんですよね、きっとね。そのぐらい圧倒的な差があるから、もう小手先の技術とか努力とかでは全然太刀打ちできないほど雲の上に行ってるんだろうなと思いますよね。で、麻雀に関してはそのもう一つはね、人格が見えるらしいんですよ。で、これはね、私はあんまり当てにしてなかったんですけども、確かになと思うのは、結局私が麻雀をやることによって、麻雀店のオーナーがこの店あげるって言った時ですよね。それこそ無数にお客さんが来て、無数に経営者の知り合いがいたはずなのに、なんでね、たまたまふらりと来た私に店を預けるっていうふうに言ってくれてね、1円も私からお金を取らずに設備とか人材を与えてくれたのかなっていうのは、まあ私なりに言うと、やっぱりそれなりに見る目が、まあなんかあったんでしょうね、その経営者の方かなんかにね、前任者の方に。で、久保ちゃんならもう何があっても全然いいよみたいな感じで預けてくれたと思うんですよ。だからそういうのたった一点なんですけども、おそらく麻雀っていうのはそのぐらい人格がもう出てくるんだろうなって気はしますよね。これなんかその自分のことをね、高く見せたくて言うわけじゃないんですけども、だって多分ね、どんなに麻雀が好きな人でも麻雀店のオーナーからこの店あげるなんて言われないと思うんですよ。で、私もいろんなお店で麻雀してきたわけなんですけども、そんなこと言われたのはたった一回きりですよね。だからなんかあったんでしょうね、きっと。それこそなんかね、店舗を譲るときに保証金だとかね、契約だとかってあるはずなんですけど、サインの一つもしてないですかね、私はね。まあそう考えると、まあ昔から麻雀ってのは人を測る道具だって言われますけど、麻雀に限らないですよね。どんな切り口でも人を測ることってできるんだろうなって気はしますけども、なんでこういう話したかっていうと、ことパソコンというのは、まあ言ってみれば文字列でコミュニケーションを取ってるわけなんで、なかなかね、表情とかね、まあ微妙な息遣いとかって関係ないんですよ、多分。文字を叩いてね、なんか一つのコンテンツを送ってそれに値段つけてるだけなんで、なんとなくこの人人格が高そうだなっていうのは、なんか超能力者ではないか感じないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、麻雀はね、所作とかね、立ち方とか、打ち方とか、言葉遣いとかってあるんで分かると思いますけども、まあ、こそね、インターネットにおいては本当にその人の力しか出ないと思うんで、シンプルに、まあ、それはすごいことなんだろうなっていうふうにね、感じますよね。まあ、ということでね、ちょっとだけ振り返ってみました。いってらっしゃい。